さあ続きは次回としましたが、始めていきましょうか。20分来たから唐突に切っただけでね、ここは切るタイミングとしてはあまり良くなかったかなと思いながらも、桜大戦2実況のパート4、第1話の4話で4でございます。どうもアザラシです。キネマトロンとかいうので、外の人たちとも話せるっていうのをやっがストーリー的にはかな。で、夜の見回りちょっとして、織姫くん誘うつもりだったのが大失敗でという感じのパート3からの引き続きのパート4です。で、新桜大戦の話なんかもいたしました。新桜大戦楽しみですね。新桜大戦の頃に終わってんのかしら、この実況は。全然聞いてなかった。131。合っとるか？おい。おい。おい、合っとるか？ちょ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 。ちょ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 。はぁ、二枚多い。てられれん。いやぁ、もう、試されてますなぁ。喋りながら、こう、生半可な気持ちで桜大戦やってたら、いろんなところでこう、試されてる部分が、売店に行くよ。これはもう常に椿ちゃんが気になる。気になる存在、椿ちゃんを。かわいい。芋っぽい感じがいいですね。まあ、とりあえずブロマイドを買いますわ。ブロマイドをもらおうかな。はい、1回で、うん、月に1枚了解です。おお、見やすくなっている。さくらくんのやつを、はいはい、買っていきますよ。もちろん買っていきますよ。でもこのさくらくんのブロマイドがどこの馬の骨ともしれない誰かにもの懐に入ってるって思うとちょっと胸が痛むな。独占したい欲が出てしまう。しかしまあその独占したい欲っていうのもあれだよな。椿ちゃんとか言ってる時点でまあなんかあんまり一途じゃなくてかダメだなって気がする。どうした？どうした？アリリス。アリリスどうした？どうした？アリリス。その慌てて。ふむふむ。喧嘩。昨日の夜はなんだか一緒に火を、街の明かりを見たいだとか、そんなね、センチメンタルなこと言ってましたけど。早速喧嘩だと。俺が昨日の夜うまいこと誘えなかったからこんなことに。お兄ちゃんこっちこっち早く。はい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 。だからこんな結構いくらやっても無駄だと思います。無駄でも無駄じゃないかもしれないじゃないか。無駄だなんてセリフ合わせはとても大事なお稽古ですよ。そんなセリフじゃダメだけどな。セリフハウスしてないと。セリフ合わせなしでどうやって舞台をやるんですか？その通りだ。舞台上での掛け合いはインスピレーションが大事なのです。そうなの？役者は才能、こんなお稽古は不要です。そうなんですかね。本場イタリアンではそうなんですかね。セリフ合わせはお互いの呼吸を合わせる練習にもなります。私、織姫さんに私たちと仲良くなってもらいたいんです。そのためにも大きい音、そうでもない。息を合わせるお稽古しようと思って。出て泣き出しそうだ。さくらくん、あなたたちの舞台と私の舞台とではレベルが違うんです。レベルが、舞台も戦場も戦いです。あなたたちは何かと勘違いしてます。仲良しごっこしてる場合じゃないってことね。これ以上仲良しごっこには付き合いきれません。帰ります。あ、まあ、一理あるのかもしれん。稽古をしとるわけであって仲良くたなく練習しとるわけじゃねえんじゃというね、ストイックな姿勢、それもそうかもしれん。織姫くん、あら
少尉さん、盗み聞きしてたんですね。違ういい趣味してるって感じ。違いますよ、ちょっとあの入っていけなかっただけだ。やっぱり日本の男って最低ですね。おせっかいで小心者、おまけに覗きの趣味まであるんだから。まあ言い返せんな。大体当たってるかもしれない。覗きの趣味はまあ。さくらさんも全然ないけど。もう最低。最低。私イタリアに帰らせてもらいます。そこどいてください。それはどかない。どけない。どかないぞ。どくわけにはいかんぞ。聞こえなかったですか？もう一回選択肢が出ても解かないけどな。解けるわけにはいかないんだよ。預かってるから。固定撃を。でもわからないみたいですね。水が。お兄ちゃん。しかし変な格好だな。大神さん。実際リアルに水かけられたら。ってなるよな。こんなことなかなかリアルで遭遇したことない。水虫たたるいい男って感じです。恐ろしい。体調だかなんだか知りませんけど、余計なおせっかいはやめてください。ひえ、織姫くんにとっては余計なおせっかいかもしれない。でも俺は織姫くんにこの花組に溶け込んでもらいたいんだ。織姫くん、この帝国歌劇団の大帝国劇場の舞台に立ってくれないか。そして俺たちと一緒に戦ってくれないか。同じ花組の仲間として。兄ちゃん、なぜか二人の好感度がある。しかし説得は失敗してるね。何の合図ですか？戦いの合図です。織姫くん、改めてお願いするよ。俺たちと一緒に戦ってくれ。同じ花組の仲間として戦って。面白いです。そうか。一度くらいは日本で暴れてみたかったです。私の実力あなたたちに見せてあげます。全然ただのあれだよな。世界のレベルを。全然そのこっちに寄ってないけど、まあ折れてないし、吸い寄ってないけど、まあ戦場に出るのはこれ一度だけです。まあそういうコミュニケーションもな、まああってもいいよな。織姫さん、作戦指令室に急ぎましょう。おこのシーンが何年ぶりかに見るぞ。主裸になってでのー、あー煙で見え。いやー、いい出撃シーンだと思いますわ。うわ、袋。こうしてみると織姫の服の方が洗練されてる。かっこいい。帝国会議団は世を忍ぶ仮の姿。いよいよ帝国会議団として任務を果たす時が来たのだ。初陣ということになる。さくら君胸が張ってますね、その服。ちょっときついんじゃないですか。胸のあたりをこの辺にこうパツンパツンになってる。成長しとる。こっちはパツンパツになって余裕のありそうなダボっとした感じになって、まだ幾分余裕がある。聞きたいことはないか？特になし。本当か？あ、はい。まず戦うには波の体の限界がある。そこでいわば機械の甲冑、漁師甲冑を着て戦うことになる。知ってます。
このメンツはちょっと心もとないけどな。神戸だ、新しい漁師かっちゅう。神戸じゃないかもしれない。なんつったかな、神戸会でした基本的に変わらんわ。神戸を改修改造し高出力化に成功、それがこの神戸会だ。名機名機対神戸会。大神さん、何かあったか。一人で出撃、一人で出撃しましたが、ビュンビュンビュン、これは一人一人出撃させてもらえば出動だったかもしれない。これが愛禅クライトですね。愛禅クライト、鉄のクライト。クライトは分からん。よし、おお、愛禅クライト起動。全然強そうに見えないな。全然強そうに見える。一人で出撃するなんて無謀すぎる。大神、手を焼いているようだな。だが隊員を守りかばい、その心を開いているのも花組の隊長の役目だ。そして行け大神、この銀座、そして織姫をお前に任せそう。そうっすか。お、さくらくん、また別のポーズ。出撃せよ。後輩に振り切ってるんだが、俺の大神が、俺の大神が後輩に振り切ってるんだが、さもありな。帝都の平和は俺たち花組が守ってみせる。さもありな。俺のようなマスラーをやはり後輩に振り切ってしまうんだよ。桜木なのになんか白っぽかったな。エロ。テレレレン。いいっすね。これが桜大戦や。後部回の軌道も。ウィーン。ドッドッドドドドドってさ。このなんか、なんとも言えない武骨な感じが。桜大戦の後部って感じ。ここまでにしますか。戦闘は次回絞って。ほんなまた。